because apprentices because I'm promoted. さあ、貴様の力を見せてみろ。分かった。少しは役に立ってくれよ。他人に逆らうというのか。逆らうとよ。オラ、地球で育った孫悟空だ。おめえ、なかなかやるな。今のは聞いたぞ。こいつ、どこにこんな力を隠していた？なんだ、イソシッチ。俺の王でもあるのか？えらく威勢がいいな。気に入ったな。ここまで強いなんて思ってなかったぞ。おめえ、本当に強いんだな。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。カミハミハ and double Sunday. What the fuck? Double Sunday?
Majin Buu. Majin Buu. ぶっ潰してやる。
the fuck? よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。ようこそ。
まさか地球人ごときが俺に勝つつもりじゃないだろうな。やはりこの星のやつらは生きていたか。カカロットのやつめ。バカな、なんだ今の戦闘力は。攻撃が当たったくらいで調子なのだ。兄に逆らうというのか。逆らうとよ。ほら、地球で育った孫悟空だ。許さんぞ。この俺が やられるとは。クライミアリベル。俺とやるつもりか。笑わせやがる。へっへっへ、せいぜい楽しませてくれよ。へっへっへ、せいぜい楽しませてくれよ。これがサイヤ人か。オラが敵を取っからな。てめえなんかこのナッパ様に勝てるわけがないんだ。しびれちまったぜ。やられちまうとはな。たくさんなんだろ。
囚人ごときがこの俺に歯向かおうというのか。見せてやろう、スーパーエリートサイヤ人の圧倒的パワーを。行くぞカカロット、着をつけてやる。おいベジータ、とんでもねえ相手だな。くそ、やってやる、やってやるぞ。貴様ごときにこのベジータ様の相手が務まるか。どうなってやがる。仕上がってたまに来るぜ。このまま終わると思うなよ。俺は全世界で一番強いんだぞ。なかなかやるな。今のは聞いたぞ。大丈夫か？油断するんじゃないぞ。なかなかやるじゃねえか。ベジータ、危ねえ、やられたかと思ったぜ。この俺がサグルだな。まったく大したやつだぜ貴様は。
や。父さんがギニューに？え、違う。ギニューが父さんになって？あ、すみません。どうか父さんをお願いします。俺がベジータとや、後のお分けのわからん奴らはお前たちがじゃんけんで決めろ。そりゃないですよ、ギニュー隊長。許すよ。うるさい、ここへ行くぞ。お前はフリーザ様にドラゴンボールをお届けしろ。いいの。わかりました。なんか今日隊長機嫌悪いな。あいつの強さもやばいけど、ベジータもやっぱとんでもねえやつだったぜ。でもなんだか様子がおかしくないですか。お父さんの様子も気になりますが、今一番警戒すべきはギニーです。本来ならギニーはここで戦うことはないはず。すでに歴史の改変が起きてしまっています。怪しい気も感じます。注意してください。お前は何者だ。俺とベジータの勝負に入ってくるのはいい度胸をしてるじゃないか。まあこのギニュー様が一緒に相手をしてやろう。ただの雑魚かと思ったがなかなかやるようだな。今日張り切ってるな。よし、じゃあじゃんけんで一番勝ったやつが残りをやるってことでいいな。じゃん、うん、けん、うん、ファン、アンコリション、アンコリション。
What the... Yes, finally. Kyo Kaiho Jiro! あのチビたち戦闘力が1万を超えやがったぜ。そりゃ面白くなってきた。ワン、宇宙船でやったイメージトレーニング思い出せ。はい、確かに皆さん強くなってきます。父さんも。あー、カモン、フェイル。この未熟者め、基礎から叩き直してやる。俺がベジータだ。後のお分けのわからん奴らはお前たちがじゃんけんで来た。そりゃないですよ、ゲーニュー隊長。ずるいぜよ。うるさい。おい、グルド、お前はフリーザ様にドラゴンボールをお届けしろ。いいな。わかりましたよ。なんか今日隊長機嫌悪いな。すげえ、あいつの強さもやばいけど、ベジータもやっぱとんでもねえやつだったぜ。でも、なんだか様子がおかしくないですか？父さんの様子も気になりますが、今一番警戒すべきはギニューです。本来ならギニューはここで戦うことはないはず。すでに歴史の大変が起きてしまっています。怪しい気も感じます。注意してください。お前は何者だ。俺とベジータの勝負に入ってくるのはいい度胸をしてるじゃないか。まあいい、このギニュー様が一緒に相手をしてやろう。ただの雑魚かと思ったが、なかなかやるようだしな。隊長、張り切ってるな。よし、じゃあじゃんけんで一番勝ったやつが残りをやるってことでいいな。じゃあ、ふぅ、てぇ、ふぅ、ファン、アイコでしょ。バカ。カモン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 。俺がベジータと、後のお分けのわからん奴らはお前たちがじゃんけんで来た。そりゃないですよ、ギニュー隊長。ずるいっすよ。うるさい。おい、グルド、お前はフリーザ様にドラゴンボールをお届けしろ。いいな。わかりました。なんか今日体調機嫌悪いな。すげえ、あいつの強さもやばいけど、ベジータもやっぱとんでもねえやつだったぜ。でも、なんだか様子がおかしくないですか？父さんの様子も気になりますが、今一番警戒すべきはギニューです。本来なら
義乳は風で戦うことはないはず。すでに歴史の改変が起きてしまっています。怪しい気も感じます。注意してください。お前は何者だ。俺とベジータの勝負に入ってくるとはいい度胸をしてるじゃない。まあいい、この義乳様が一緒に相手をしてやろう。ただの雑魚かと思ったが、なかなかやるようだしな。隊長、張り切ってるな。よし、じゃあじゃんけんで一番勝ったやつが残りをやるってことでいいな。じゃん、うん、け、うん、ワン、アンコでしょ、アンコでしょ、くっそー、うわー、俺だな。こいつは意外だったな。あのチビたち戦闘力が1万を超えやがったぜ。こりゃ面白くなった。ワン、宇宙船でやったイメージトレーニングを思い出せ。はい、確かに皆さん強くなっています。そうそう、ですが義乳とリクームが相手では厳しいでしょう。なんとか皆さんを守って敵を倒してください。このベジータ様を舐めるな。父さんからの怪しい気配が。父さんの力が増しているのはこのせいなのか。だから改変された歴史では義乳は父さんとボディチェンジ。どいつもこいつもチョコバカと小賢しい。体調機嫌悪いよな。おめえ、なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクーム、ウルトラ、ファイティング。おお。悟空、お父さん。お父さん。何者だ。お父さん、倒したの？嘘だね。いくら不滅だったからって、どういうことだ。リクームが、なんでもない攻撃だったはず。まさか、あの野郎。リクームを一撃。やっぱり悟空さんはすごいですね。あいつはオーラが食い止める。クイリン、ワン、おめえたちはドラゴンレーダーでボールを探してくれ。多分やつらの宇宙船ってとこにあると思う。この方角から大した気も感じねえしな。あいつを倒すことだ。オラもすぐ行くから。わかった、頑張れよ。誰が手をかけと言ったか。しかし隊長、ほら向こうも2人だし、それにとっとと肩をつけるぞ。はい、何を笑って。
ってるんだ。貴様が強いからだ。ん？チェンジ！いけない！なんだ？まさか、こんな形で歴史が変わってしまうなんて。ひとまず落ち着いてください。大丈夫です。きっと元に戻れるチャンスはあるはず。君は悟空様を体を狙っていたわけです。はい！貴様、なんてことをしてくれたんだ！すいません。この体、美的センスのかけらもないではないか！すみません。なんだか様子がおかしいぞ。両手もさっきまでと違うし。おい、まさかおめえ。さすがは悟空さん、まだ気づいてくれたようですよ。なんかよくわかんねえけど、敵はあっちなんだな。よし、おっとっとかかってこい。今度こそあの体を手に入れて。なあ、ちょっと頼みがあんだ。ご飯とクリーンを追ってドラゴンボールを探してきてくんねえかな。もしかしたら奴らの宇宙船にも堂々と入れんじゃねえかと思うんだ。いや、信用できそうだ。頼む。なるほど、それはいい考えです。行きましょう、宇宙船に。あなたの体のことは少し気になりますが、悟空さんならきっとうまくやってくれますよ。頼んだぞ。なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。
から叩き直してやる。Oh,
壊れたことがバレちまったのか。ほら言う。大丈夫。痛いですよ。クリリンさん、誰かこっちに向かってきます。おい、二つの気を感じるぞ。一つは悟空か。そうです。でももう一つは。わかったぞ。おい、隊長じゃねえが。隊長、ブーキチェンジしたのか。お前らがこいつらの相手をしていら。はい。おい、グルド様。あいつ逃げやった。でも今はドラゴンボール集めるのが先ですよ。そうだな。とりあえずここを片付けるぞ。この未熟者め、基礎から叩き。お前
どうしてここに。悟空はどうしたんだ。クリリンさん、ちょっと待って。この人違います。何言ってんだクリボン。この人さっき一緒に戦ってくれた人です。どういうことだよ。入れ替えちまったって、マジかよ。じゃあお父さんに頼まれて僕たちを助けに来てくれたんですね。いいやつだな。ドラゴンボールはあと3つだ。まドラゴンレーダーもあるし、すぐ見つかるさ。
グルド様逃げちまったぞ。うん、グルド様、それ言うとこあるよな。しかも、いつだって使い捨てられるのは俺たちなんだ。給料上がらねえかな。生きてたらな。いいぞ、その調子で精進を続けるんだ。
お前たちそれをどうするつもりだ。おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。あいつは本当に入れ替わってたんだな。ドラゴンボール集まったみてえだな。サンキュー。あとはこいつを倒しておめえの体を取り戻さねえとな。今度こそチェンジ。今です。またしても貴様でしょ。キャー、でかしたグルド、チェンジ。しまっ。よし、ナイスです。ちゃんと元に戻れますね。やめたく、まさか。あの体消せ。そんな、あれがお父さん。なんだ起きてるんだ。悟空さんと銀龍が入れ替わるのは正しい歴史の姿です。あとは銀龍を倒せば全て歴史は元に戻ります。グルド、戦いで貴様も戦わんか。やばい。貴様の相手はこの俺だ。俺たちに支配された格が去る一匹風情が格の違いを見せてやる。調子に乗るな、この無能が。ああ臭い。俺のそばで息をするなと言っただろうが。君の頼りだ。今度こそ思い知らせてやる。この俺がビーズな猿野郎のサイヤ人に殺されるとはな。ああ頭に来るぜ。貴様に言われちゃおしまいだ。元に戻れたみてえだな。くそー、今度こそこれだ。チェーン。もうはいかねえぞ。なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。